エレベーターへの眺めエレベーターから見たバート・シャンダウ。バート・シャンダウエレベーターは、ドイツ連邦共和国雑誌選手、バート・シャンダウにて1904年に建立された、バート・シャンダウから高台にあるオストラウへと移動するためのトラストでできた通行人用エレベーターである。当エレベーターの高さは52.26メートルであり、地表では、 直径5.20メートル、かつ2.5メートルくらいのドアがある、r ルヌーボー様式の上向き高骨組み等である。上昇の途中で、トーエレベーターは47.76メートルの高低差を乗り越えている。トーエレベーターは、リヒテンハインの滝で発電された電気を利用して、手動力である電動機を駆動していた。陶器官及び非常事態の時は、 バッテリーを使用して電気が供給されていた。第一次世界大戦中、当施設は閉鎖された。1921年に、当エレベーターは三章の交流電動機に交換されており、非常時の作動のためにクライクハンドルが残された。1950年に、駆動ディスク巻き上げエンジンが導入された。1961年に、日本の 追加アンカーワイヤーが取り付けられており、1978年には新たな制御方式となった。1989年から1990年には、1954年に標識による保護のもとに植えられた植物が採植された。ありがとうございます。